N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、宮崎県にまつわる謎を解明せよ、クイズノックからの挑戦状です。東大発の知識集団クイズノックから出題された宮崎県の謎を解いて導き出されるキーワードを入れると宮崎牛や県産品プレゼントが当たるキャンペーンです。それではレッスン解説お願いします。まあ、謎解きクイズ脱出ゲームっていうユーザーに答えさせるキャンペーンっていうのは、こうブランド理解とか啓蒙とか、まあ、そういったものを深めるのに非常に有効なわけですね。でその中で宮崎県クイズって言ってしまうと、まあ、少々子供っぽく聞こえるじゃないですか。なので何々からの脱出とか何々からの挑戦状みたいな形でクイズをやってもらうっていうのが結構まあトレンドになってるわけですね。でリアル脱出ゲームっていうのが、まあ、結構前から流行りだして、それ以降っていうのはクイズって言葉にするのではなく謎解きっていう言葉にすることで、なターゲットがなんとなく大人になるイメージっていうのがついてるわけですよ。なので宮崎県を知ってもらいたい大人っていうのをターゲットに対して謎を解明させるっていう風にストーリーになってるわけです。ただ謎解きっていうのが、まあ、結構流行っていて、解けるか解けないかギリギリの線ぐらいの難易度っていうのが謎解きだと思ってる方が多い。そしてそれに対して謎解きファンっていうのがいて、その方たちが集まってキャンペーンっていうのが盛り上がるよねっていう形に対して、クイズっていうのは、まあ、ヒント見れば回答が必ず分かる形で全問正解で応募完了みたいな形が多いんですね。で今回宮崎県クイズノックからの挑戦状っていうのは、まあ、謎解きとはいえクイズ形式になっているという形です。まあ、ちょっとゲームクイズのとこ見てみると、まあ、この宮崎県のキャッチフレーズは日本の〇〇〇宮崎県っていう風になっていて、まあ、日光当たっている場所は意味するのはこの暖かな言葉は何みたいな、まあ、答えを入れる。でその答えの、例えばこれひらがな3文字入れて、これではキーワード1文字目の部分を下の応募キーワードっていうところに入れる、クロスワードパズル的な要素を加えることで謎解きっぽさを出している。で10問の回答1文字抽出して最終的な応募キーワードが出てきて、それによって応募完了となるような内容になっています。とはいえ答えはすぐ、この答え解説を見る押すと答えがもうすでに書いてあるわけですよ。なんでクイズノック的なその謎解きとは少し違うんですけど、誰でも分かりやすく宮崎県理解を深めるっていうことをしたいわけなので、まあ仕方のないこと、このクイズ形式謎解きまでの難易度にはなってないけど難しいとこなんでしょうね。まあ、答えを見て入れていくだけっていうのではさすがに面白くないので、1文字ずつ抽出してキーワードを作ろうっていうアイデアは結構持っといた方がいいですよね。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。